家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日はトマトの実が割れた時にやるべきことを紹介していきます。非常に長雨が続いておりますので、トマトの実が割れてしまったという方がいらっしゃるんじゃないかと思います。トマトはちょうど今赤く熟しているところなんで、割れてしまってがっかりする方もいらっしゃるんじゃないかと思います。今日は割れるのを予防する方法と、割れてしまった時に注意することをご紹介したいと思います。質問にも回答してまいりますので、最後までご覧ください。じゃあ行ってみましょう。今日は朝方このように雨が止んで、太陽の日差しも時折差しております。たまにまだ小降りな雨が降っておるんですが、まあ撮影にはあまり支障がないような天気になっております。それでは実割れしているトマトを見てみましょう。昨晩大雨だったんですが、このようにトマトの実が割れております。全体的に亀裂が入り、完全に割れてしまっているものもあります。これはもう中の実まで見えてきて腐っている可能性があります。このようなものは生では食べない方がいいかもしれません。割れて当日中であれば食べることは可能ですけども、数日待ってしまうとカビが生えたり少し腐ってしまったりということがありますので、食べない方がいいと思います。食べる際はちょっと注意してみてください。完熟前のトマトはこのようにまだ実は割れておりません。完熟してたら雨が降ると割れることがありますので注意してみてください。アイコなどの皮が硬いトマトはあまり実割れはしません。少し赤い状態の実を残しておいても大丈夫ですが、完全に完熟したものは割れやすいので注意してみてください。ではトマトの実が割れてしまって起きることを何点か紹介していきたいと思います。一つ目は、カナブンの成虫が寄ってきます。割れてしまったトマトの実からは甘い汁が出てきます。そこにカナブンが寄ってくることがあります。ですので割れたものを放置しておくとカナブンの餌食になりますので、十分注意してみてください。このトマトは色が黄色くて若干糖度が高いトマトなんですが、皮も少し柔らかいトマトです。皮が柔らかくて糖度が高いトマトは特に被害に遭いやすいです。早めの収穫を実施してみてください。2つ目は、数日中にカビが生えたり腐ってしまうことがあります。トマトの実が割れてしまうとあっという間に腐敗してしまいます。それを防ぐには、雨が降った場合には直後に畑を観察し、トマトを早めに収穫した方がいいと思います。もし長雨が少し続くような場合には、収穫だけ畑に来るという方法も有効です。せっかく長い期間育てたトマトなので、割れてしまっても早めに収穫すれば問題ありません。ぜひ早めに収穫してみてください。もしトマトが割れてしまって生で食べるのは嫌だなって思う方は、割れた部分を切り取ったりしてトマトソースに加熱して食べてみてください。それでは実割れを防ぐ方法を何点か紹介していきます。以前にも紹介しました、このような雨よけを設置することです。ただし雨よけをしておいても実が割れないということでもありません。こちらをご覧ください。畑に設置した雨よけの場合は周りからどんどん水が入ってきます。畝間をご覧ください。このようにジメジメとしております。乾燥しているところにこのように雨水が入ってきております。ということは雨よけをしてても雨が降り注いできます。雨水が
流れてきて過湿になることがあります。このトマトを見てください。雨よけの真下なんですが、パックリと割れてしまっております。このように雨よけをすれば完全に防げるというわけではないんですが、割れる確率はだいぶ減ります。このトマトをご覧ください。このように完熟してるんですが全く割れておりません。どうしても一部は割れてしまうことがありますが、割れる確率はだいぶ雨よけで防げます。割れやすい大玉トマトも割れることなくまだ育っております。雨よけをしている場合に割れる確率は減るのですが、根から水が急激に吸収されると先ほどのように割れてしまいます。土壌が乾燥している場合は乾水して水不足を減らしておけば、さらに実の割れる確率を減らしますので、同時にやってみてください。2つ目の実割れを防止する方法としては、少し早めの収穫を心がけてください。7月に入りますと実割れの予防も完全にしたいところなんですが、せっかく長期間育てたトマトをダメにしないように早めの収穫も一つの決断として必要です。完熟したトマトを収穫したいということもありますので、なかなか悩むところなんですが、完熟すると割れやすいということも考えられます。1週間の天気を見ながら翌週雨が続くというふうな場合には、早めの収穫をして実を割れさせないということも必要だと思います。早めの収穫の見極め方を紹介していきます。こちらのトマトをご覧ください。まだ完全な完熟ではありません。ヘタの周りがややまだ黄色です。このような状態で収穫しても問題ありません。ご自宅で 2,3 日冷蔵庫などに入れておけば自然と完熟してきますので、非常に食べやすいトマトになります。長雨が続き、また大雨が降る場合にはこのようなトマトで収穫する決断をしてみてください。それでは質問コーナーに入りたいと思います。こちらのトマトの実つきを良くする動画にコメントをいただきました。トマトに黒いそばかすのような斑点がありますが、これは食べてもいいですかというコメントをいただきました。実際のものを見てみないとはっきりお答えはできませんけども、何点か原因がありますのでちょっと調べてみました。黒い斑点であれば、一つは日照不足の可能性があります。この場合は特に問題ありません。もしその周りが腐っているような場合でありますと、それは腐敗している可能性がありますので食べない方がいいと思います。そばかすのような黒い斑点であれば体に特に害はありませんので、食べても大丈夫だと思います。この他ご説明した内容と違うような場合はまたコメントいただければ幸いです。頑張ってください。今日はトマトの実が割れた時のやるべきことを紹介していきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。